はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。まもなく2時になろうとしていますね。日経平均プラス 572.2 という、まあまあうにゃうにゃしてますね。ここで何なんでしょうかね、これね。ドル円143.9794、これもこの辺でうにゃうにゃしだしましたね。他はですね、アメリカの利回り下がってますね。 3.23 とやや軟調。原因もね、 82.62 でうにゃうにゃ しましたね。注目のドルウォン、これもうにゃうにゃしてますね。1381、この辺りでうにゃうにゃしてます。どうなんでしょう、これ。まあ昼の部はこの辺りでうにゃうにゃして、こうまた本番は夜の部でしょうかね、ウォンは。さて、今日はですね、こんなニュースが割とよく出てます。今日11時35分ザクザクでございまして、これなんかいらん広告閉じたいんだけど前は、事実なら議員辞職よ、議員辞職を、公明党セクハラ熊野まさしでいいですかね、まさし議員に言語道断、あるまじき行為だというですね。公明党は何か LINE を使って知人女性にみだらな言葉を送るなどセクハラ行為をしたと疑惑が報じられた熊野正志参院議員、比例代表、比例代表の公明党議員ですか。そのような事実があれば党として議員辞職を求めるとのコメントを発表した。セクハラ疑惑は週刊新潮と週刊文春が6日ニュースサイトで報道していた。公明党はコメントで、報道内容が事実の場合言語道断で公明党議員としてあるまじき行為だ、大変遺憾であり国民に深くお詫び申し上げると表明した、ということはほぼ事実なんですよね。だいたい事実確認をしてからこういうコメントは出すと思います、あの組織は。熊野氏の事務所は何か共同通信の取材に文書で、議員は体調不良のため、入院してる、本件について議員と女性との間には個人的関係のトラブルがあり、入院する前に弁護士に相談し対応していると聞いているなどと回答したと。ちょっと待って、見てみましょうか。そのこの文春とか文春新潮同時に報じられるというのはね、同時にリークされたんでしょうね。文春特に目立つところには出てないですね。まあ、な、大した事件ちゃいますやん。そんな公明党の一参議院議員が、自分の事務所の人間に対して、あ、これ当てる、デイリー新潮、あ、なんかこれ割と男前のおっさんやん、57歳。公明党の熊野正志参議院議員57が女性に猥褻行為を行い、その後も卑猥な LINE を送るなどの性加害に及んでいたことが週刊新潮の取材で分かった。へえ、いや割と男前のおっさんですよこれ。熊野議員は医師として大阪大学附属病院などに勤務した後、お医者さんやった。2016年に公明党から比例区で出馬した経歴の持ち主。昨年まで農水政務官を務め、この7月の参院選で2度目の当選を果たしたばかりだ。ちなみに熊野議員は妻と2人の娘の4人家族である。家帰ったら娘さんに無視されんで。被害者と称する人ですね、称するかどうか知りませんが、50代の独身女性ですね、2016年に出会った、勤務先に公明党の関係者がいたことから知り合いと、公明党の関係者より総合学会でしょうね。お尻を触ってましたと。LINE まで、画像になってますね。っていう感じですね。
ペニスがピクピクしてきて、どんどん気持ちよくなっていくの。うわ、あかんわこのおっさん。もうねえ、しかし何て言いますかね、この程度のことは、一般社会ではよくある話でございまして、何と言いましょう、私が直接見聞きすることはほとんどないんですけど、なんていうか、私そういう話好きちゃうんで、集まってこないですね、そういうその点の話が。あのスケベなおっさんいっぱいいますけどね、周りにね。で、下ネタ話には乗らない、私の場合は。ああしょうもなと思いながら聞いてるんですけど、ああそうですかって言って乗らない、なんで直接入ってこないですけど、あの感染的にはよく聞きますよね、うーんっていう感じで。しょうもない話ですね。そのなんて言いましょうね、嫌がる相手にこうそれをこう仕掛けるっていうのはとんでもなく、あかんことやと私は思います。で、ただその世間のおっさんいくらでもいますよ、こんなこの程度のことやってるのは。ただこれがね、公明党の議員やったということで、しかもその LINE の証拠写真があってということで、今タイミングが悪いですね。タイミングが悪いからってこいつを別に弁護しようとは全く思いませんけどね、全く思いませんけど、ここでうまく出されたなという感じですね。香川さんの事件があってですね、まあセクハラパワハラですね、セクハラか。でしかもその今統一教会の問題があって、宗教団体に対するこう目が厳しいですね。でそこにこんなおっさんが出てきてですね、ここまでやられたら多分でもアウトでしょうね、この方。多分明日、今日明日あたりに辞意を表明するんちゃいますか。この後お医者さんとして食べていけるのかどうかは知りませんけど、まあ 1,2 年は必須すべきでしょうね。あ、すいません、あかんわ、あれですね、あの充電のサインがありました。でも皆さんね、こうセクハラの被害に遭われてる女性なんていうのはいっぱいいるんちゃいますか。セクハラやってるおっさんもいっぱいいますしね、本人自覚がない場合もほとんどですね、やってるおっさんの方は。うわすごいって、あのなんて言いますかね、なんでしょうね、その触ったりするともアウトですけど、言葉のセクハラとかって日常見ますよ、私も。私の編集担当者すごい美人が一人いるんですけど、でそのなんていうか、そういう会合というか、まあ、あるでしょ、そのなんて言いますか、こう、まあ、打ち合わせミーティングみたいな、あるいはその後の食事とかってあって、ほんでうわこのおっさんみたいなおっさんがその美人にですね、いろんなことを言うてる場面とか見たことありますけど、うわやってんやわと。私は特にそれを止めに入る立場でもないしですね、まあ、そんなそういう、こう私はただ一参加者として言ってるんで、ね、黙って見てますけども、でも上手にかわしてありますよ。ほんとチョロチョロってかわして、うわすごいこの人も賢いわと思って見てましたけどね。つい最近はサラリーマン時代なんか、それこそほんまにもう新入社員の女子なんていうのはもうその洗礼を受けまくるでしょう。まあだからね、いや、しかしそれはね、本来いけないことということになってましてですね、私はやりませんよ。絶対やりませんけど、やらなかったし、そうなんですよ。私は人を雇う立場にあったことが20年ぐらいあるんですけど、女子社員も何人も雇いましたけど、もう勤めてそれだけはやらんとこと、やらんとこって、そういう衝動がない人間なんですけど、でも中で社内恋愛するやつもいましたね。あれめんどくさいですね。それでまたどっちが悪いとかって、うまくいってりゃいいんですけど、どっちが悪いこっちが悪いとかって言い始めた分にはもう知らんがな、そうなんて、お前らって勝手にせえよみたいな、そうなるわけでしてですね、もうあの話だけはね嫌ですね。しかしこの公明党の議員さんね、ああっていうかね、これでもう多分これでもうほぼ一生棒に振ったという感じでしょうね。まあお医者さんなんでね、医師資格までは剥奪されないんで、もうそれは忘れるでしょうから、 2,3 年経てばね、細々とですね、お医者さんで生きていく以外ないんちゃうんでしょうかね。かつての参議院議員、参議院を1期や2期やったぐらいではですね、世間は忘れてしまいますからね。まあまあまだなんとか生きていける
んでしょうけども、やりましたねという感じでございまして、まあしゃあないですね、はい。まあそんなことやらへんかったらええなと。ただそのね、あの香川さんみたいに銀座に行ってもね、銀座に行ってね、そんなことやらんかってね、あれくらいの人だったらいくらでもモテると思うんですよ。それで別にあれくらいの人ってなくってもね、ああいうお店に行ってね、どうやったらモテるかなってね、そんなんね、そんなんね、4、5回行ったら分かりますよ。あのモテますよ、その簡単に簡単にモテますよ。あのあれですよ、あのちょっとしたコツですからね、そこさえ習得しておけばね、別にあんなセクハラせんでもひーと楽しい思いができるんです。はい、ああいうアホなことはやらないでくださいというお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。